M87 は乙女座の方向にある大円銀河である。乙女座銀河団の中核を成す質量中心の一つであり、中心に太陽質量の65億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールがあることで知られる。M87 と中心からのジェット口径6センチメートルの望遠鏡でやっと丸い光のにじみに見える。 光景1 0トルの望遠鏡では丸く、周辺が次第に暗くなっている様子がわかる。光景2 0トルでもあまり変化はないが、南西に銀河 NGC4478、NGC4479 が見えてくる。南に明るい銀河の NGC4486A があるが、ほとんど構成上にしか見えない。天の川銀河と比較すると、 直径は、おおむね同じだが、たまに近い形状をしているため、より多くの構成を要している。また、銀河を取り巻く、球状星団も、天の川銀河の周囲が200個ほどであるのに対して1万5000個にも、上るものと考えられている。1918年、ヒーバー・ダウスとカーチスはこの銀河の中心から伸びる、宇宙ジェットを発見した。このジェットは、 光景の大きな望遠鏡であれば、可視光でも確認することができる。M87 の中心部から放出されているジェットの長さは7000から8000光年にも及ぶと推定されている。周囲には M86、M49 などの大銀河を中心とする多数の銀河が集まっており、これらは乙女座銀河団と総称されている。 M87 はこれらの銀河で質量が一桁大きく突出している。さらにこの銀河団は我々の天の川銀河を含む少なくとも100個の銀河グループに含まれ、そしてこれは新たに提唱されたラニアケア超銀河団においてグレートアトラクターと共にメンバーを構成する超銀河団の一つとされている。M87 の中心部にある巨大ブラックホールを直接撮像をした。 画像1947年に、オトメザの領域に強い電波源が発見され、オトメザ A と命名された。この電波源の正体は、発見当初より M87 と同定できると予想されていた。M87 の中心には、超大質量、ブラックホールが存在しており、電波源の正体はこのブラックホールに由来する、活動銀河核であると考えられている。 このブラックホールを直接観測しようと、超長期線電波干渉法を用いて、地球サイズの光景を持つ、仮想的な電波望遠鏡を構成しようとする、国際協力プロジェクト、イベントホライズンテレスコープによって観測が進められた。2019年4月10日13時、この S の研究成果についての記者会見が、日本、アメリカ、ベルギー、チリ、中国、台湾で同時に開催され、 M87 中心部にある超大質量、ブラックホールの撮像が初めて公開された。この撮像で、ブラックホールの事象の地平面の周囲にあるとされた、高子球と直径約1000億キロメートルのブラックホールシャドウが確認されたと発表された。そして、ブラックホール本体は、超大質量の65億 M。 自称の地平面の大きさが直径約400億キロメートルであるとされている。S の研究成果公表後、この超大質量、ブラックホールにハワイの創生神は、クムリポニチナム、ボーベイヒーなる名称がついたかのように伝えられた。しかしこれは、ハワイ大学のハイゴ研究者が提唱しただけのもので、あり、国際天文学連合によって、正式に命名されたものではない。 1781年3月18日に、シャルル・メシエによって発見された。メシエはこの夜、球状星団 M92 と8つの銀河を発見している。メシエは星のない星雲、発砲星に近い、M84?M86 と同じくらいの明るさと記している。1864年に、ジョン・ハーシェルは非常に明るく、かなり大きくマリー。 中心部は急に明るくなりそこに核があると記した。ロス卿も同様な感想を記述している。ありがとうございます。